コロロなら100個食べれる。こんにちは。今日はですね、韓国とか新大久保で流行っているアリランホットドッグをたまずキッチンで作っていきたいと思います。アリランホットドッグっていうのがアメリカンドッグみたいな感じで、周りにポテトとかがついてたりとか、ココナッツがついてたりとか、とにかく美味しいんですよ。それでは早速作っていきたいと思います。材料はこちら。ホットケーキミックス 200g、 水 80ml、 ソーセージ4本、さけるチーズ2本、溶き卵2個、パン粉、油、ケチャップ、マスタードは全部適量です。まずはね、ホットケーキミックスが入ったボウルに水を入れて混ぜます。水を入れます。ピャー、混ぜる、よく混ぜる。なんかポロポロしてる。表面が滑らかになるまでよくこねていきます。おいしいパンを作ろう。はい、こんな感じでこね終わりました。そしたら今度は少々のホットケーキミックスをパサーっとやって打ち粉をします。4等分に切り分けて麺棒で伸ばしていきます。やばいやばい、ということになるので、ちゃんと打ち粉しておきましょう。はい、こんな感じで伸ばし終わりました。じゃん。ソーセージを串の方から3センチずつぐらいにカットしていきます。ほう、一回こうして抜いて、そして3センチに切っていきます。このぐらいかな。それ切れました。そしたらこっちの残りのソーセージはまた別の料理で使うとしましょう。こっちのソーセージにさっきの串を戻していきます。裂けるチーズの出番です。本当このね、裂くのがすっごい楽しいんだよね。うん、今回はこの裂けるチーズを2本使って、まずは半分、ほっ、さらに半分にします。これで8個のチーズができました。今作ったソーセージとチーズ2つをこんな感じに並べて巻いていきます。こうして、おお、ぽくなってきた。こうして、ちょっと気味悪い。うーん、あー、やばい、ちょっと待って、これはまずいぞ。なんかいびつな形になってしまった。蓋をしていれば大丈夫でしょう。こんな感じでできたので、次は溶き卵2個につけていきます。で、周りにパン粉をまぶして油で揚げます。溶き卵、こうして、こうして、よし、おお、こうかな。次はね、これを170度で熱した油で3分揚げていきます。お好みでなんですけど、この間ね、新大久保で起きてない、アリランホットドッグ食べた時にココナッツのこう、なんていうのかな、アリランホットドッグの上にまぶしてたんですよ。それがすごい美味しかったの。なのでちょっとね、今回も一つそれをつけてみたいと思います。あ、ついた。揚げてすぐだったらつきました。じゃーん、食べていきたいと思います。それではいただきます。いただきます。うん、
ケーキミックスの少し甘さもありつつ、ココナッツのちょっとの甘さもありつつ、チーズのしょっぱさもありつつっていう、なんかちょうどいいハーモニーですね。若干ね、生地の中のね部分がちょっと生っぽい部分もあったので、失敗しないようにやるとしたら、なるべく巻くときにちょうど1周ぐらいになる生地の大きさにするといいかもしれないです。うん、でもすっごい生ってわけじゃないから、もうちょっとねうまく巻けばいい感じにできると思います。でも外側はねサクサクしててすっごい美味しいです。ソーセージとの相性が抜群ですね。美味しいよね。そういうことあって、はい、ということで今回はリランホットドッグを作ってみました。チーズもちゃんと伸びたし、ぜひ皆さんもちょっと私のは参考にならないかもしれないんですけど、作ってみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので、ぜひぜひ概要欄の方からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。